はい、本日はですね、こちら福袋を、開封していきたいなというふうに思います。いや、新年明けましておめでとうございますということで、今年第一発目、2021年第一発目の動画ということで、まずはそら福袋の開封が一番いいでしょうということでやっていきたいなと思うんですが、僕は人生で福袋を買ったことがほぼほぼないんですよね。あのパンツはあるんですよ、下着はあるけど、服の福袋、英語しな、服の福袋は買ったことがないんですよ。やけどこれは絶対動画的に再生回数が回るだろうといういやらしい根拠がありまして、まあこれはどうせやったら作ろうということで購入しました。でそれがですね、こちらなんですよね。でこれがですね、購入金額自体は3万円やったんですよ。ただその買う時に見たら15万円分が3万円ってなってたんですよ。ほんまかいなと、そんなうまい話ありますと、要は12万円も得してるってことはそんなありますかという話だと思うんですけど、まあそういうのを見たいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。てかむしろほんまに15万円分お前入ってるのかちょっと確認してくれということがあると思いますので、わかりました、そしたらじゃあ確認しましょうということで今こちらにあります。でこれがですね、楽天の福袋があったんですよね。でそちらで購入はしたんですが、僕はいかんせんあのファストファッションとかじゃなくて結構高いあの洋服をレビューすることが多いので、その質とかがあのやっぱ安いとちょっと分かっちゃうんですよね。だからそういう目線でもちょっと見たいなと思ってるので、ここにしっかり書いてますね。あら、最高総額12万円びっくりマークになってますね。なんか15万から12万になって、どっちがどっちなの分からんけど、まあ、ちょっと一回また後確認しますわ。はい、ということでこちら3万円のね、領収書がしっかりあるので、こちら3万円分の福袋を開封していきたいなと思います。なんかブランドとかはバラバラらしくて、メンズのブランドとかがもうとりあえずひっくるめていっぱい入れられてるらしいので、どんなブランドが入ってるのか全く知りませんが、ちょっと一回バッと出していきたいなと思います。はい、それではですね、12点入ってました。で12点入ってたんで、もう1点1点バーッと紹介していきたいなと思いますが、まず1つ目はですね、こちらグッドウェアの T シャツですね。これ開けていきますね。はい、全部ですね L サイズで購入してるんで全部 L なんですけども、これは V ネックか、 V ネックのやつですね。僕丸首のやつあるんですけど、 V ネックか、まあ、V ネックは着いひんな。でまあこれ値段もちゃんと計算していきましょう。多分これが大体6000円ぐらいですよね。6000円ぐらいのがまず1つ目。で次2つ目いきましょう。2つ目がこちらの BFE T シャツですね。これは値段書いてくれてへんな。これ1枚だけかな。うん、1枚だけですね。これはなんか縦に線が入ってるな。ちょっと僕が知ってるビーフィー T シャツのやつとは若干ちゃいますけど、これも大体1000円ぐらいですよね。まあこれは至ってシンプルですよね。前が黒、後ろも黒で、はいはいはいっていうような感じで、まあ別に特に何もないので次に行きますね。これ1000円ぐらいから大体今で7000円ぐらいですか。次3点目が、次はこれなんやろ、ニットかな。ニットっぽいですね、多分どうやら。あー、なるほど、マフラーですね。マフラーだ、マフラーだ。しかもなんかこれ素材良さげやぞ。ちょっとわあ、素材は分からへんかったけども、スヌードって書いてました。マフラーじゃないね、あこれやったらマイク聞こえへんくなるか。はい、スヌードが入ってましたね。これが4点目で、これいくらか分からんな。こんなんて大体なんぼなんでしょうかね。ちょっと後で分かりそうやったら調べておきます。そして次がですね、こちらのシャツですね。僕のイメージにはもう全くないけども、まあ、こんなシャツが入ってますね。これちょっと開けてみましょうか。これは結構比較的なんか生地薄めやから、なんか夏じゃない、春とか秋とかぐらいな感じですよね。今着るにしてはもうほんま生地1枚しかないんですよ。だからちょっと薄いとは思うんですけど、こういうチェックのやつね。はいはいはい、値段も書いてへんから分からへんけども、まあ日本製とは書いてますわ。まあ至って普通なシンプル、チェック柄のシンプルなシャツですよね。はい、これが4点目で、次5点目がこれはパーカーか。この薄い色が似合う人は似合うけど、似合わん人似合わんやろうな。結構薄いな、この生地。もう全然肉厚とは程遠いですね。あのほんま春先とか、あの秋の最初ぐらいに着るぐらいの生地感のパーカーですわ。まあパッと見全然悪くない感じするじゃないですか。僕これ今まで開けた中で一番まだまともかなと思ったんですけど、この裾のところがね、絞ってなかったです。これ絞ってないパターンのやつねって、ふわふわなってるやつ。だからこうやって見たら別にそんな悪いことないと思うんですよね。悪いか分からんけど、だけどまあ今の時期じゃないですね、間違いなく春とか秋ですわ。そして次がこれ何点目になってるんやろうな。これはニットか、ニットっぽいな。
ニットだね、完全に。しかもこの胸ポケットに癖ついてるニットだね。そしてニットというよりかは、なんて言うんやろ、こうジムっぽい感じやね。これ一見ね、パッと見たら、あ、そんな悪ないやんと思うじゃないですか。これよーく胸元見つけて、ジップなんよ。この胸のジップのところにロゴ入ってあるんよっていうことで、これもね、タグはあるんですけど、値段がちょっと書いてないんで、わからないんですが、一応日本の会社が作ってるやつみたいで、生地がポリエステルやから、やっぱりなんていうんですかね、この裏側は起毛してて、あったかそうやけど、生地の厚さ自体もないんですよね。だから、まあまあ、どうやろうなっていう感じで、まあ高くてもそんな値段はいかんやろうなという感じですよね。これ作ってはる人がおるから、あんま偉そうなこと言うとあれやけど、まあ、サイズもいるやけど、そんなでかないんかな。ほんで次が、あ、次、グッドウェアのロンティーバージョンね。じゃん、ボルドー色と言いますか、あまりよく見かけへん色、最近はね。ちょっとこれも一回ハンガーかけましょうか。だからあんま福袋好きじゃないよと言いながらもですね、まあ一応開けてはいくんですけども、これ値段書いてあんな、これ2900円で書いてある。安いな、安いけども、まあ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 、なんかそれ以上言わへんのはちょっと悟ってください。はい、これもグッドウェアのやつでしたということで、次いきますか。あ、これ次もグッドウェア、これ色違いか、色違いグッドウェアないかい。どれ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 、やっぱり完全に色違いグッドウェアないかい、言うて、ほぼ一緒やないかい。あれ、ちょっとこっちの方が太い、ちょっと太いな、こっちの方が一緒、こっちの方がでかいないかい、めちゃくちゃでかいないかい、こっちの方が。なんかよく分からへん、なんで違うんやろ。これ両方ともあれですね、生地はコットンみたいな感じの、普通の T シャツのあのロンティーバージョン、長袖バージョンって言ったような感じで、まあ、あの首元がヘンリーネックにはなってるんですけども、まあ、至って普通のロンティーですよね。まあ、こんなんはね、何枚でもあったらいいっていう人もいてれば、僕みたいにこんなもん何枚もあったらしゃあないっていう人もいてるとは思うんですけども、そのまま次に行きたいなと思います。次が何点目、8点目ぐらいか、分からへん。これ次は何、チャンピオン、チャンピオンのロンティー、半袖、これロンティーやけど薄いんよ、めちゃくちゃ薄いんよ。これはこれユニクロのクルーネックティーより薄いよ、だいぶ。まあやけど時期が別に今着るってことじゃなければ別にいいとは思うんですけど、今着るって考えたらちょっと薄いですよね。はい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 。まあこういうのはあの体格いいムキムキの人が着たらかっこいいけど、僕みたいに着たらあんまりかっこよくないんですけど、まあ結局服はね、着る人が大事ということで、何を着るかじゃなくて誰が着るかっていうことなんですけど、それ言っちゃおしまいよっていうことで、次のアウターやね、次からアウター行きたいなと思います。これはね、スタジャンか。はい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 、まあスタジャンっぽい感じ。なんか外がウールで中はちょっとこのナイロンがありますせみたいな、ただこれどう見ても合皮ですせみたいな感じになってる感じですね。まあだから福袋は嫌いなんですよね。まあもちろんあのね、あのこれがいいっていう人も絶対いてはるから、それはあの個人の趣味思考なんですけどね。この動画のために買っといてほんまに良かったなと思います。改めて福袋プライベートでは買わんとこうと思いますわ。そして次アウターですね。これは本格的な冬のアウターやな、アビレックスやな。アビレックスといえば所ジョージさんとかですよね。ただこれ色が白やからな、おい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 、白アビレックスやないかい、言うてね、ちょっとミリタリーテイストの人は似合うかもしれんけども、わしみたいな顔のやつ絶対似合わないかいっていうことなんですけども、まあ5つ目のダウンは中に入ってるんかな、ダウンは入ってないですね。中綿は一応河川の中綿は入ってるので、まあ暖かさはダウンに比べるとちょっと落ちるとは思いますけど、まあ一応冬用のジャケットで、いかんせんねこの後ろなんですよね。後ろ見てほしいのがドカーンということで、このロゴがポカーンと入ってあるんですけど、これはもう好きな人からしたらたまらんでってことで、 K が待ってるな僕はちょっとねこれ個人的な好みではないんですけど、なんか福袋買う時も書いてました、あのアビレックス履いてますよということで、ああ履いてるなっていう感じですよね。はい、っていうのがこれ11点目で、ラスト12点目は何かっていうと、なんかこれはラッキーやったらしいんですけど、マスクが一応入ってて、これはちょっと時と場合によって入ってないらしいんですけど、最後マスクが入ってたということになってて、以上12点ですね。まあこれはあくまでここからは個人の主観で人それぞれやとは思うんですけども、まあ僕はあの個人的に着たいというものはなかったんですが、まあ福袋はねこういうもんで、当たりがあれば外れももちろんあると思いますし、まあ僕は当たりはないもんやと思って今まで買ってませんでしたが、まあ今回に関しては当たりはなかったです。で、まだですね、福袋あと2つ買ってるんですね。だからいずれまたそれも紹介するとは思うんですけども、まあテンションはなかなか上がらずですね、あの今回ので、あ、こういうもんないなっていうのがあの再確認できましたので、2回目3回目2回目
目はノースフェイスになるんですかね、ノースフェイスの福袋になったりとか、で3回目はまた違うあのセレクトショップの福袋を買ってるんですが、ナノユニバースかな、買ってるんですけど、まあ、それはまたレビューいずれするとはして、まあ、今回はメンズのブランドがガッと集まってる、福袋を購入してみました。だからチャンピオンがあったりアビレックスがあったりとか、あとはグッドウェアがあったりとか、まあ、それ以外はちょっと僕は知らないブランドやったんですけども、また必要な人の元にこれが行けばいいかなというふうに思いますということになっているので、またあの福袋あと2つ残りありますので楽しみにしておいてくださいということで、2021年今年もよろしくお願いします。本日はですね、3万円の福袋を購入して開封してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。